今日もですね、生活便利マップ2017年版春日池の上版をご紹介してまいりたいと思います。それでは早速シュータ君の方から池の上航空レポートしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、マップナンバー1番、こちら春日航空からですね、西回りバイパスを北側に行っていただき、谷尾崎町入口、谷尾崎ですね、失礼いたしました、うん、谷尾崎入り口の交差点を右に曲がっていただくとですね、右手に見えてまいります快眠工房、心地よい眠りを考える工房と書いて快眠工房です。その名の通りですね、より良い眠りを提供する寝具のお店です。ご夫婦で経営をされておりまして、実際に使ったものしか勧めないというこだわりのお店です。こちらなんですけども、11月23日オープンなんですよ。新しいお店です、うん、いやまだオープンしてない、ね、まだしてないんですね。ほう、はい、今からです、はい、ベッドとかもちょっと買い行きたいと、僕ん家のベッドもズタボロなので、うん、あ、じゃあもうそういう高機能な寝具の専門店。そうです。なるほど、僕ちらっとしか見てなかったんですが、この枕の専門店かなと思ってます。あ、もう総合ですね。布団の綿の打ち替えとかですね、丸洗いとかもしてくれるそうですよ。おお、はい、またね、睡眠大事ですよ。大事です、本当大事です、うん、もう朝起きて昨日の疲れが残ってるって嫌じゃないですか、うん、最近ね、僕ね、はい、薬局のねトイレに入ってですね、はい、便器の前にこう張り紙してあるんですよ、はい、夜中に3度以上起きる方ご相談くださいって ね、 ね、起きる方なんですか。起きる方なんですよ。そうなんですか、ね、え、一回相談に行ってみようかな。相談行った方がいいと思いますね。はい、快眠工房、まあ、そういった方もですね、より良いベッド、眠りを求めている方はぜひ行ってみてください。それからマップナンバー2番に参りたいと思います。こちらですが、西回りバイパスからですね、快眠工房さんの近くで池の上町の方に入った方角にある、まあ、住宅街の中なんですけども、おうちヨガ遊び、ヨガ教室です。体が硬い方、運動不足の方、本当に初心者向けのですね、ヨガ教室になっていまして、住宅でやってますので、とても、まあ、アットホームな雰囲気でヨガができる。はい、この写真見ると本当家の中で襖外してやってるみたいなそうなんですよ。なんかそんな感じですね、うん、本当に今をですね、うん、ヨガのスペースに使っていますので、まあ行った感じ、まあ、僕の印象ですけども、うん、まあ温かさを感じましたよね。なるほど、はい、まあ、おうちヨガということで、ね、下にね、ティッシュとかね、はい、リンパトリートメント、アクセスなんていうの、アクセスバーズ、これ、はい、これどういうことなんですか。これヨガの種類みたいですよ。ヨガの種類、ティッシュっていうのが、はいはいはい、このハンモックみたいのを上から垂らして、ほうほうほう、でそれを使ってやるヨガのようです。なるほど、実際に僕もですね聞いた話なので、うん、まあ、どんな感じなのか写真でしか見てないんですけども、うんうんうん、なんかすごい筋肉使いそうな感じの、体にすごく刺激与えそうな感じのヨガでしたよ。なるほど、でリンパトリートメントっていうのも自分でやるんですよ、これね。これはもう教えてもらいながら、先生いますので。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。あとはですね、この先生がスピリチュアル的な、うん、まあ、力というか、そういったものもお持ちのようでですね、なんかそういったのも相談に、うん、ヨガを通して、ヨガってなんかそういうのがあるみたい、精神修行的なところもですね、うん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 、なのでそういったところも改善したい方っていうのも、うん、ぜひ来てくださいと言ってました、うん、なるほど、はい、そうですか。ぜひですね、おうちヨガ遊び、気軽に行けるヨガ教室ですので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、それからマップナンバー3番です。池の上保育園の近くにあるデイサービス生活リハクラブ、こちらはですね、通常のデイサービスと違うところがですね、理学療法士の方と作業療法士さんが2人いるんです。常にですね。そしてですね、行った時に感じたのが、女性の方がとても多くてですね、なんでこんなに多いんですかってお話ししたところ、その毎日の生活の中でやはり昔の家事とかですね、洗濯とか、うん、奥さんがまだ小さかった時の記憶を大事にしてもらいたいということで、常にこの
まあ、デイサービスの中でやってもらってるということです。はい、生活を思い出して、はい、若きし頃の生活を思い出して、はい、リハビリすると。そうなんですよ。なるほど。なので、まあ、記憶もですね、うん、その頃の当時を思い出しながら、うん、記憶も体も若返った気持ちで毎日を過ごしてもらう、うん、なるほど。とても素晴らしいデイサービスです。場所は池上保育園のすぐ近くですね。はいはい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そして次ですね、マップナンバー4番一楽さん、こちらの、焼きサバ寿司、うん、有名です。これあれですよね、西銀座通りと栄通りの角のところにありますね。ありますよね。はい、これ一楽さんですか。そうですね。ほうほうほう。この前秋のお城祭りが出てましたんですけども、ね、その時も、はい、あ出ておりました。あの一楽さんなんだ。そうです。なるほど。食べたことございますか。焼きサバ寿司は僕はね、はい、うるさいですよ。うるさいですか。焼きサバ寿司はね、京都でですね、川下りした時もですね、はい、この焼きサバ寿司を食べながら下ったというですね。そのことできるんですか。できます。はあ、京都、はい、京都お、ね、まあ、一楽さんの焼きサバ寿司も絶品ですね。いや絶品ですね、はい、僕もこの前食べたんですよ、うん、お昼に、うん、取材の合間にですね、うんうん、まずお寿司の結構酢が強いのが結構苦手なんですけども、僕が食べた感じは程よい酢の加減で、うん、それがその焼きサバと合ってた。なるほど。はい、とても美味しかったです。まあ焼きそば寿司以外にもね、あそこいろいろお惣菜とね あって、はい、時々利用してます。あ、本当ですか。利用してます。その池の上店さん、はい、ね、そうです、うんうんうん、ぜひ皆さん焼きそば寿司食べに行ってください。ぜひ西丸バイパス通るときはね。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きましてマップナンバー5番、おしま新町線ですねを下っていただきますと、左手に見えてまいります藍染めニットアミアーム、うん、こちらですね、糸一本一本をですね藍染めしてるんですよ、うん、それを使って帽子とかお洋服とかを販売しているお店でございまして、最新技術を使ってるそうです。それがですね、ホールガーメントといいまして、無縫製ニット、お普通洋服作る時ってミシンでダダダダダッとやるじゃないですか、うん、そういった作り方ではなく糸で全部繋いでいると。なので着心地が肌に優しい質感が生まれるということで、ほうほうほう、はい、とても。で、藍染めなんですね。藍染めです。藍染めの要するにニット。そうです。そういうのあるんですね。あるんですよ。藍染めっていうとやっぱ着物ね、なんか絹綿とかね。そうですよね、なんかそういったイメージですけどね、藍染めニットっていうのがあるんですね、はい、はいはい。でお店行った時もですね、すごくおしゃれな帽子とか、うん、もう本当に若い方が気に入りそうなものがたくさんありましたので、うーん、今から来るんじゃないかなってちょっと思いました。なるほど。はい、なんか全国でもね展示会などされてる、されてますね、はい、釣り屋とかでも定期的にされてるようですので、ホームページをぜひ確認していただきたいと思います。はい、はい、それから、アミアムさんからまた奥に入っていったところですが、こちらにあるのが輪島漆器仏壇店マップナンバー6番です、うん、はい、こちらのお店なんですけども、その名の通り仏壇屋さんですが、こだわっているのがですね、日本の職人さんが作った仏壇を置いていると。ん、要はですね、うん、今、まあ、大手の仏壇屋さん多々あると思うんですけども、うんうん、そういった仏壇屋さんっていうのは結構中国の方で作ったりとかですね、輸入物ってことなんですね。そうです、はいはいはい、まあ、中国物が悪いとは言いませんけども、うんうんうん、やっぱり日本の職人さんが作った仏壇がですね、うんうん、細かい作業が良かったりとかするわけですよ。なるほど。でやっぱ社長もですね、そこにこだわってる部分がありまして、うん、そういった仏壇をですね取り揃えていると、うん、で一つあるのが、くまモンの商標書、はいはい、商標、商標、商標、はい、第1号なんです。くまモン仏壇っていうのを作ってます。ああ、いりますもんね、くまモンのね、商標許可がね。それを仏壇で社長作ったんですよ。それが第1号なんです。第1号なんです。ほう、もう社長面白いですよ、この人が、はいはい、名物社長で、うん、YouTube も毎日アップしてるんですよね。ほう、
もうそれ見ていただいたら分かると思うんですけども、はい、本当に何て言うんでしょうね、ユーモアな動画を毎日上げてらっしゃいまして、うん、必見ですよ、これは。輪島式仏壇展です、検索すればいいんですね。出てきます。YouTube でね。YouTube で。そうすると見れる。見れます。誰でも。誰でも。で、僕もこの SMAP の告知をお願いしますということで、うん、動画を撮りまして。撮られた。はい。うん。もうアップされてると思います。本当ですか。毎週金曜午後3時って言ってますから。なるほど。ぜひ皆さんそちら、SMAP のポータルサイトから見れますので、うん、そういうことですね。YouTube とリンク貼ってますのでね、うん、はい、ぜひ。ぜひ見てください。見てください。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、続きまして、今度はですね、西回りバイパスを春日方面の、近く、春日航空の近くになるんですけども、うん、ヘアグラン、美容室です。はいはい、元山にもありますね。はい、これ何店舗かあるんですけども、うんうん、こちらのヘアグランさんなんですが、うん、一人一人の髪質と向き合い妥協しない仕事をしているということで、そこが一番の売りだということです、はい、そしてですね、一番特徴的なのがなんとですよ、これご来店サイクル割引というものがありまして、うん、2ヶ月以内にご来店していただいたらですね、髪を切ってから、はい、はい、全メニュー 20% オフ、うん、結構大きくないですか、 20% オフ。いや大きいですね。うーんって。大きいですね。大きいと思いますよ。20% だって単価がね、あの美容室ってね高いですから。そうなんですよね。 20% って大きいですよね。はい、うん、もうなかなかそういったサービスされてるところはあんまり言わないでほしいかなっていうのもあったんですよ、うん、オーナーさん的には、うんうんうん、なんかやっぱり 20% って大きいので、うん、でもやはり他にやってないところですので、うんうんうん、より良い方も来ていただきたいと、うん、そしてやっぱ僕らの信念と同じように、うん、美容を通して、うん、地域活性化もしていきたいっていうこともおっしゃっていたので、うん、なるほど、はい、ぜひもうそれだったらもう SMAP だったらもう行ってっていうことだったんで、うんうん、皆さん了解。今言いました。はい、はい、ぜひヘアグランさん行ってみてください。はい、はい、それからヘアグランさんのですね、お店からファミリーマートがあるんですけども、そこからちょっと奥に入ったところ、からしれんこん木村さんというお店があります、うん、こちら手作りのからしれんこんをお母さんが作ってるお店でして、はい、中にはですね、駄菓子が豊富に揃っております、うん、なのでこれマップを見てる方は分かると思うんですけども、営業時間が季節によって違うんですよ、はいはい、3月から9月は9時半から18時まで、10月から2月までは9時半から5時まで。これなんでかっていうと、やっぱ近所の小学生がですね、その買いに来るんですよ、駄菓子を。やっぱ暗くなる前に帰りなさいと。なるほど。っていうことで、季節によって営業。子供のためなんですか。そうです。あ、そうなんだね。はい、であとは、その子供からあそこ行ってくる、からしれんこん木村さん行ってくるって言った時に、うん、親も一緒に、じゃあからしれんこん買ってきてとか。へえ、そうなんだ。そういうお店なんですよね。ね、面白いね。はい、なのでですね、ぜひ親子で行けるからしれんこん屋さんということで、いいお店です。お母さんもねすごく優しい方でした。はい、駄菓子を置いてるからしれんこん屋さんってのも、ね、ないですよ。面白いですね。なかなかないです、ぜひお父さんと行くのもいいかもしれませんね。そうですね、はい、酒のつまみと子供はジュースと一緒に駄菓子を食べると、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、ぜひぜひからしれんこん木村さんをよろしくお願いいたします、はい、なんかね、はい、結構池上高校も個性的なお店がいっぱいありましたね。そうですね、ね、いっぱいあるんですよ。ぜひ池上高校訪ねてみてください。住所で言いますとですね、池の上町、それから、こちらはですね、戸坂町ですか、そして谷尾崎町、はい、そして、こちら上台の1丁目上高橋の1丁目2丁目といった、はい、まあ、地域になってまいります。ということで、池の上高校を周田君に紹介してもらいました。はい、さあオープニングでもお話ししました通り、今日は随分と肌寒くなってきておりますが、そうですね、まあ、肌寒くなってきますと、もういよいよ、まあ、クリスマスを思い浮かべるわけでございますけどね、はい、もうすぐですよ、ね、早いですね。ということでございまして、今日はもうちょっと早いかなという気がしなくもないですけども、桑田さんのこのナンバーをお聞きいただきましょう。君にさよならを。